ヨハネス十九世は、ローマ教皇。元の名は、ロマーノ・デーコン・ティリー・トゥスコロ。ラテン語名は、ロマヌス・コメストゥスクリ。ローマの有力者トゥスコロ家に生まれ、兄のベネディクトゥス八世の後を継いで教皇に、選出された。選出された時には、聖職者経験のない俗人で、執政官及び言動員議員の肩書しか有して、いなかったため、教皇に就任するにあたり、 司教に任命された。ヨハネス19世は、それまでの教会の方針に反して、多額の賄賂と引き換えに、コンスタンディヌーポリ総主教庁に司教の肩書きを与えることを約束したものの、聖職者たちからの大きな反対を受け、即座に約束の撤回に追い込まれた。1024年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ二世の死に際し、ヨハネス19世は、 コンラート2世の即位を支持し、コンラート2世は1027年の復活祭にサンピエトロ大聖堂にて退官を受けた。同年の4月6日、ラテラの協会会議を開き、アクイレア総大司教に対して総大司教の地位を認め、対立していたグラード総大司教を支配下に置くことを宣言した。しかし、1029年にはこの宣言を撤回し、 グラードに再びその地位を認めた。他に、バーリの大司教ビザンティウスに公開直承を与え、その十二座の属司教の性別権を付与した。ヨハネス19世の死後、その老いにあたるベネディクトゥス9世がその地位を継承した。この時ベネディクトゥスはまだ若年であったと言われ、資料によっては12歳であったと伝えるが、通説ではおそらく18歳から20歳程度で、 あったとされている。なお、ヨハネス20世は存在せず、次に、ヨハネスを名乗ったのは1276年にくらいについた、ヨハネス21世である。また、ヨハネス16世は、対立教皇であったため、正確には、ローマ教皇としてのヨハネスは18人目であったが、同時代には、このような認識はなく、16人目の教皇ヨハネスは、自らを、 ヨハネス17世と名乗ったため、18人目の教皇、ヨハネスも19世となった。さらに一部の歴史家は、ヨハネス14世とヨハネス15世の間に、もう一人別の教皇ヨハネスがいたという伝説に、基づき、ヨハネス19世を、ヨハネス20世、あるいは、ヨハネス19世と呼んでいる。このようなことから、教皇、ヨハネスの代数は、 非常に複雑なものとなっている。ありがとうございます。